瞬間三重のコーナーです。今回は三重郡菰野町を紹介します。スタジオには菰野町の柴田隆之町長と菰野町観光協会の堀内茜さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。柴田町長には今年7月にもご出演いただきました。でその時はコロナ対策や支援策についてお話しいただいたわけですけれども、今回は菰野町独自の新しい支援策についてお話しいただけるということで、はい、コロナに限らずですね、いろいろなアイデアを詰め込んだ施策、はい、これを一押しの施策を本日はご紹介したいと思っておりますので、この後じっくりお伺いしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして堀内さんも以前ねご出演いただいたわけですけれども、はい、GoTo トラベルや GoTo イート始まってますけれども、町内のやっぱり観光客の数とか変化とかありますか？はい、そうですね、本当にご利用いただく方たくさんいらっしゃいまして、観光客の方でにぎわっております。はい、うん、今日はその菰野町の紅葉の、ね、はい、良さなんていうものをね後ほどご紹介いただけるということで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあそしてこの方にもお越しいただきました、菰野町観光協会の公式キャラクター菰野シカです。どうぞ。はい、いつもより多く飛び跳ねております菰野シカです。町長、菰野シカはテレビが大好きなんですってね。はい、もう本当に出演歴が長くてもこれ慣れすぎてて困ってしまう感じですね。はい、ちょっと慣れすぎて町長の顔を消すのだけはやめてください。お座りいただいて今日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ野田さん、こんな菰野シカですがいかがですか？かわいい、すごい初めてお会いしたんですけれどもすっごい動いてくれますね。かわいい、持ってたがパワフルですね。パワフルで本当に野田さんがびっくりして最初に笑っちゃうぐらいのね衝撃だったということで、はい、じゃあ本題いきます。さて今年は新型コロナウイルス感染症で多くの事業者に影響が出ていますが、菰野町は独自の支援策として新たな取り組みが始まったということです。これがどんな取り組みなのか教えていただけますか？はい、菰野応援チケットの配布と、これを町内のですね小学校6年生以下の方と、あとは今年65歳になる方以上の皆様にお配りして、皆さんで菰野町と一緒に観光業者の皆さんなどを応援するという施策をさせていただきます。はい、そのチケットというのがこちらになるわけですね。どうぞ。はい、こちらが菰野応援チケットになります。配布というのは町長これどういうことなんでしょうか？実はですね、もう来週早々にもですね、はい、各家庭に今言いました65歳以上の方、うん、さらにはもう100歳でもみんなですし、あとは小学校6年生の、方には、はい、皆さん1人に1枚2000円で使えるチケットを、郵便でこちらが送らせていただく、はい、ですから皆様ご自宅でそれが届くのを待っていただければ大丈夫ということですね。ということは申し込みをする必要もないし、はい、買うものでもないという。はい、その通りでございます。実際に配布されるということになってきます。はいはい、で2000円ということなんですけれども、こちらの菰野応援チケット、柴田町長の非常に強い思いが込められているということですけれども、はい、それどういうことなんでしょうか？2000円のチケットというふうに言いますと、こうお年寄りやお子さんを応援するというふうに聞こえるんですが、そうじゃないんですね。はい、実はですね、お子さんがこの2000のチケットを使える場所っていうのが菰野町の中でも観光事業所ですね、例えば宿泊できるホテル、あとはもちろん手挙げしてもらったキャンプ場、はい、さらには、飲食店のような、いわばコロナで売り上げをたくさん落とされたところに、はい、そこに皆さんまずはお子さんで行ってもらうってことだけど、お子さんだけで行くってことはありえないじゃないですか。はい、必ずそれは大人もついていくとなりますよね。うんで、またおじいさんやおばあさんについても、できればおじいさんおばあさんだけではなくてご家族で行っていただくことによって、この2000円が4000、6000っていう形でお使いいただくことによって、その観光事業者を菰野町と一緒に皆さんで応援しようという企画でございます。消費者というよりも事業者の皆さんを救っていこうというチケットになると。はい、ですから皆さんこのチケットを使っていただいて積極的にいろんなところを回っていただきたいという、はいはいことになってくるわけですね。ではですね、そのチケットが使えるお店、これ具体的にはどういうところになるんでしょうか？はい、基本的には観光事業所、皆さん菰野町の
お住まいの方は近いからっていうふうなことでなかなか小室町内を観光するってことないと思うんですよね。そこをあえてですね、あまり行かないところに行っていただくっていうのが実はもう一つの狙いなんです。はい、行かない、まあ、京都の人もあんまり金閣行かないっていう話らしいんですけど、小物も同じで素晴らしいものたくさんあるにもかかわらず行かないと、はい、そこでこんなのがあるよっていうふうなことを皆さんお配りして、ただできるとこ使えそうが小物町なだけなよ、小物町だからだけなのって言ってみて、あよかったみたいなですね、で小物町の皆さんを再発見をしてもらって、かつ、我々と一緒にちょっと繰り返しになりますけども、それ観光事業所を応援していこうという一石二鳥企画なんですね。そうするとこれ使えるお店自体は、はい、もうすでにこう申し込みをしてるっていうことになるんですか。はい、そうですね、うん、一応基準としてはやはりあの小物町の観光事業所、まあ、ホテルであるとか、あとはまあ、ですね、まあ、道の駅なんかもお土産売っている観光の施設でございますし、はい、あと飲食店もこれは、まあ、あの観光の方が立ち寄られるというふうなことで、ちょっと申し訳ないんですけど小物町に住所地があるとか、ないしは営業がそこで主にやってるっていうふうな方には限りはしてもらいますけども、はい、そのような手上げをしてもらった方にところに使えるようになるということですね。小物町民にとっては再発見になるし、事業者にとってはそれでなんとか活性化につながるということで、はい、でそちらの上り旗というのは、はい、あの皆さんそんなん言うてもどこに行けばいいのかわからないと、どこで使えるんやという方はまずはこれを探していただくということですね。うん、そのお店にこれがありましたら使えるよということです。はい、で逆にですね、この旗がなかった場合には、使えないのと、でもしお店の方でこのテレビを見ておられる方おられたら一回小物町役場に聞いてください。そうすれば申請していただけば使える可能性、小物町でさっき言った通りの事業者で、飲食店されている、そういうの宿泊施設されている観光に関係あるっていうふうな、方でしたらできる可能性が高いですから、はい、そうすると次行ったら使えるようになっているというふうな、そういうようなことにもできるんですね。はい、では柴田町長、その利用時期なんですけども、開始時期がどれくらいからなんですか。これが皆さん配布されたらお届けになったらすぐ、例えばホームページなどを見ていただければと思います。はい、これが届いたらもうその瞬間に使えるようになっておりますから、はい、はい、でその使える場所は先ほど言った通りですので、あとホームページの見さし、まあ、流させていただきますから、届いたらすぐホームページを見ていただく、 または、皆さんのちょっと高いけど行ってみたかったなっていう風な、まあ、お店に電話をしてみる、あとは泊まりたかったなっていう子に電話をしてみるっていう風な形で使うかどうかを確認していただければね、お子さん4人やったら8000円ですわ、おじいさんおばあさん、ひいおじいさんひいおじいおばあさんおられたらやっぱり8000円ですわ、はい、それまとめて行っていただければかなりのことができるんじゃないかと思うんですね。なるほど、今はその配布に関しては準備を進めているということになります。でチケットの有効期限ですけれども2021年の2月28日まで、はいはい、8ということでございます、ということで、はい、なりますね。堀内さん、これ非常に観光関係の皆さんにとっては大きな話題になるかと思うんですけれども。そうですね、はい、またなこれを使っていただいて、まあ、町民の方で観光、小室町の観光地でこう、まあ、行かれたことのないところに行く機会になると思いますので、そうですね、はい、たくさん使っていただきたいですね。ね、はい、野田さんは使えないか。使えないけど気になりますよね。私も使えないんだけど。そうですよね、うん、使えないんですけど残念ながら。でもやっぱり町長もおっしゃっていたように、なんか地元の観光地ってなかなか行くことがないので、もし私もこういうチケットがあったら、なんかおばあちゃんとかと一緒に行けたらいいなって思いますね。本当そうですね、なんかこのチケットを通して小物町自体が町民みんなで一気にわっと盛り上がるようなね、うん、そんな空気が生まれていくといいですよね。さて、コマーシャルの後ですけれども、小物町の紅葉スポットやほっと一息つける場所を紹介します。僕たちの未来に踏み出していくんだ。さて瞬間見え、今日は小物町の話題をお届けしておりますということで、ここからは小物町の紅葉スポットをご紹介していただこうと思います。堀内さん、はい、まあ、小物町はやっぱり自然豊かですから、はい、色づいているところも多いでしょうね。はい、そうですね、もうだいぶですね、上の方、御在所岳の上の方から色づいてまして、はい、毎年だいたい11月の中旬ぐらいになりますと、うん、まあ、この町内の、下のところが色づき始めるというような感じになってます。これからどん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 綺麗になっていく、はい、ということになるかと思います。はい、さて、その御在所岳にはあの人が行ってくれました。紅葉で色づき始めた御在所岳を案内してくれるのはこの方。
菰野町観光協会公式キャラクターのコモシカ。突然のコモシカ登場で広場は撮影会状態。特に子供に人気があります。すごい笑ってる笑ってる。撮影会も終わり、山上へ向かうロープウェイの列に並ぶコモシカ。しかし、ここで大きな問題が。手渡されたのはコモシカの思いを乗せたコモシカジュニア。悔しがるコモシカに見送られながら宇宙散歩へ出発。絶景を楽しみながら山上エリアに近づくと、徐々に木々が色づき始めてきました。標高およそ1200メートルの山上では例年より10日ほど早く色づき始め、10月下旬には見頃を迎えていました。ドウダンツツジの赤や白文字の黄色などが山肌を彩り、御在所ロープウェイによると10月に入って寒暖差が激しく天候にも恵まれたため、今年は色づきがとても良いということです。この日、多くの人が山上を訪れる中、コモシカジュニアも紅葉を楽しんでいます。紅葉は今後およそ1ヶ月かけて麓の湯の山温泉街まで降りていき、中腹エリアでは11月中旬まで標高差で色づく紅葉のグラデーションがロープウェイから楽しめます。また麓の温泉街エリアでは11月中旬から下旬にかけて見ごろを迎えます。はい、ということで、これからどん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 ね、色づいていくであろう御在所岳ということになりますが、あのコモシカはちょっと残念でしたけれども、どうでした、映像を見ながら、綺麗でしたか。悔しいね、悔しいんだね、悔しいんだね。はい、ありがとうございます。いいですね、もう全力ですね、コモシカね、今日も。はい、ということで、あの町長はよく御在所岳行かれるんですか。はい、あの息子が大好きですね。ええ、まあ、御在所の途中もこの時期は大変綺麗なんですけども、まあ、上に登るとこう巨大シャボン玉を作るとかですね、あとはトンボを捕まえとかですね、そこでトンボがドンとおるんですわ。普通になかなか、あの、まあ、下界といいますか、下ではできないことが意外と登ってみるとあるんですよね。はい、堀内さんは今年は行かれましたもん。はい、あの仕事でおとついも行ってまいりました、はい、あ、そうですか、はい、そうですね、やっぱ綺麗ですよね。そうですね、うん、今まだちょっとね上の方なので、あのスカイラインとかに降りてくるのはもう少し後になります、うん、そうか、これからどん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 、はい、やっぱ下に降りてくるっていうことですもんね。野田さん、いかがですか、御在所岳の紅葉。はい、あの子供の頃にあの家族旅行でなんか行ったことがあるような記憶があるんですけど、うん、だけどこうやってあのロープウェイからの様子見てみると、私もあのコモシカジュニアを連れて行きたいです。あ、ね、もうずっとね、野田さんがコモシカのことばっか見てますもんね、うん、今日ね、かわいい。はい、ということで、あのコモシカジュニアは長女、あの販売されているということでよろしいですか。あのうちにも2匹おられましてですね、はい、皆さんぜひともお買い求めいただけたらと。息子も大好きですね。あ、そうですか。さて、あの御在所岳、毎年多くの観光客で賑わうということですけれども、感染症対策はもちろんですが、例年行っている交通規制、堀さん、これどうなってるんでしょうか。はい、あの大変ですね、温泉街やロープウェイまでの道が混み合いまして大渋滞になってしまうという、もうあの平日もちょっと今始まってしまっているんですけれども、はい、ぜひですね、あの下の方からバスを出しておりまして、うん、アクアイグニスの隣の駐車場、無料駐車場がございますので、そちらからバスに乗っていただいて、で11月の23日までの土日祝日はバスが運行しておりますので、はい、その
バスを利用していただきますと、迂回した道で、10分ぐらいでロープウェイの方まで行くことができますので、渋滞になりますとかなり混み合いますので、はいはい、ご注意いただきたいのと、あとこれ今ちょうど映ってるんですけれども、紅葉と雪の景色ですね、はい、今これがちょっと見ごろなので、ちょうど12月になってくるとだいたいこういう景色が見ることができますので、はい、ぜひ今からの季節もおすすめの季節になってきます。野田さん、はい、これはもう写真で見ても幻想的なのよくわかりますね。そうですね、もうすごい映えそうな、映えますね、なるほどなるほど、今ちょうどこういう季節、これからもうちょっと先ですね、この先、はい、もうちょっと先ですね、になってくるということで、はい、そうですね、ぜひともこの、ね、景色も、ね、その目で、見ていただきたいと思いますけれども、はい、他にもおすすめの場所ありますでしょうか。はい、たくさんあるんですけれども、紅葉が綺麗な場所だと菰野町にあります三重県民の森で、紅葉が綺麗な季節になります。はい、はい、いろいろですね、広さが結構広いので、甲子園球場の14個分ぐらいの広さで、はい、いろいろそこがですね、紅葉してくる時期になってきます。これ今、ご覧いただいているのはおそらくピークの、そうですね、あれが12月頃で、風の木ってちょっとインスタ映えするようなスポットなんですけれども、はい、今はどんな感じですか。はい、そうですね、今は、欅だったりイチョウ、それから銀杏の木だったりユリの木っていうのが黄色づいてきた時期になっております。ね、じゃあこれからここも見ごろを迎えて、そうですね、それこそね、さっき野田さんが言ったような映える写真がねたくさん撮れるということでしょうね。さて、その SNS 映えですけれども、菰野町にはおしゃれなカフェ、まさに SNS 映えするカフェがたくさんあるということなんです。観光した後は紅葉を眺めながらカフェタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。壮大な鈴鹿山脈を一望できる場所にあるのがこちら、カフェ高野。出迎えてくれたのが、いらっしゃいませ、店主の高野真也さん。今回は高野さんがお店を紹介してくれます。はい、カフェ高野です。カフェ高野は、こういう感じの、古民家風の建屋になっております。でカフェ高野の一番の売りは、ここのよいしょ、鈴鹿山脈を一望できる、壮大な景色です。ここの縁側の席で、この鈴鹿山脈の紅葉など、四季を感じてもらいながら美味しいコーヒーを飲んでもらいたいというのが、私たちの望みです。このカフェ高野は景色もそうなんですけど、コーヒーも一つの売りになっております。コーヒー豆の種類は10種類以上。スペシャリティグレードの豆を使い、自家焙煎したコーヒーは苦味を抑えた美味しいコーヒーです。ケーキソフトはこんな感じです。ケーキはその時期の果物だったり、体に優しい食材を使用しています。このケーキは、こだわりのさつまいもを焼き芋にしてから作ったケーキです。ランチには旬の食材や地場のこだわり農家さんの美味しい野菜を使っています。調味料には無添加で体に優しいものを選んでいますので、お子様にも安心して食べていただけます。食後には美味しいコーヒーもついてきます。自然も眺めながら美味しいコーヒーやランチを楽しめるカフェ高野。どこか懐かしくほっと一息できる空間で、日頃の疲れを癒してみてはいかがでしょうか。続いては、どうもこんにちは、オリバーコーヒーオーナーの長谷部です。今日はお店をいろいろ紹介させていただきたいと思います。三重県民の森の近く、豊かな小物の自然に囲まれたオリバーコーヒー。白を基調としたログハウス風のおしゃれなカフェです。まずですね、僕が、気に入っているのは、この山の中にあるロケーションです。春夏秋冬と、いろんな顔がありまして、これを楽しんでいただけると思います。
そしてですね、テラス席がありまして、こちらのテラス席では、ワンちゃん、猫ちゃん、どんな動物のでもウェルカムです。店内です。こちらも外の雰囲気に、合わせるように、店内は木が多く使われてます。こんにちは。今日は何食べてもらいましたか？パンケーキで。ありがとうございます。パンケーキどうでしたか？美味しかった。ありがとうございます。こんにちは。今日は何食べてもらいましたか？今日はキャラメルデニッシュ。ありがとうございます。キャラメルデニッシュどうでした？ありがとうございます。もう一回いいですか？ありがとうございます。こちらがこだわりのタンシチューです。こちらがランチのセットになってます。シチューは、丸2日煮込んで作ります。こちらが桑名のもち小麦を使ったパンケーキになります。普通のパンケーキより、だいぶもちもちした食感になってます。お餅に近いかもしれません。広い店内で子供連れも大歓迎のオリバーコーヒー。これからの季節は紅葉を見ながらティータイムを楽しめそうです。はい、SNS 映えするカフェ紹介していただきましたけれども、野田さん、都会に比べてもおしゃれじゃないですか？そうですね。1軒目は和なテイストのカフェ で2軒目はこのログハウス風 のカフェで、本当に店内もすごく素敵なんですけど、お料理も2つとも美味しそうで、さつまいものケーキとか、あとタンシチュー、食べたい。本当に僕タンシチューとにかく気になりました。気になりますよね。はい、堀江さん、はい、こういうおしゃれなカフェ多いんですか？そうですね、はい、このカフェ高野さんとオリバーコーヒーさん以外にも、たくさんカフェ、小物町ございます。へ、はい、で景色もやっぱりこう綺麗で。そうですね、自然の中でにあるカフェが多いですね。あ、そうですか。はい、柴田町長はカフェ高野さんにも行ったことがあるということで。はい、よくぞ聞いていただきました。もう高野さん、まさに先ほど映っていたあの通りの風景のところで先月も、ね、伺ったんですけども、はい、夜なんかだとですね、またライブがあったりすることもございましてですね、こう三味線だとか、あと洋楽なんかもありますね。はい、その後ろにはですから、こう自然の風景があったりとか。そうですね、ちょっと夜だと見えないかもしれないんですけども、でどちらも楽しめると。夜は昼も、ね、昼も楽しめるということですね。ということですね。さて、そんな小室町では観光の回復について連携しようと、10月の下旬に南伊勢町と協力協定を結んだということなんですけれども、ちょっとこの話を伺おうと思うんですが、これどんな内容で、どんな思いがあってのことなのか。はい、先ほどの小物応援券ともつながってくるところでございますけども、まあ小物町の皆さんに小物町の良さを知っていただくというだけでなくて、三重県の良さもやっぱり知っていただくと。はい、小物町、残念ながら海がございませんけども、山も海もそれぞれ素晴らしいところありますので、そこで例えば小物町の皆さんには南伊勢の海を楽しんでいただく、逆に南伊勢の皆様にも小物町の良さを知っていただく、さらにこれを広げてですね、もうちょっと小物応援券、野田さんは使えないというふうなことでしたので、この2町が合同して、さらに他の三重県の中の皆様にもこの小物町の良さといっても広めていこうというふうな、そういう応援協定でありございます。ですから今町長がおっしゃったような、そうした内容が今後推し進められていく、はいはい、その可能性を秘めている協定になっている小室町と南伊勢町の観光振興での協力ということになっております。今日の瞬間見え、小室町をご紹介しました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さて瞬間見えですが、次回は11月6日金曜日、東院町の話題をお伝えする予定です。ぜひご覧ください。